はようございます。陽介です。なんと今日は一人です。ちょっとね、休みが取れたんで今日は一人で山に来ました。まあいつもだとメンバーがいるんですけど、たまには一人で行って撮ってみたいと思います。で、今回の山は陣馬片山です。あの山頂にキャンプ場がある有名な山になります。はい、ということで安全に行ってみたいと思います。誰もいないのが寂しいけど、よろしくお願いします。行くぜ。陣馬片山ご案内です。今回のルートはこんな感じです。3時間、車だと20分。車で行こうかな。やっぱりって思ってきちゃうけど、まあ行ってみたいと思います。ここ分岐やね、ちゃんと書いてくれる。陣馬片山登山道、丸尾の100年の柿の木右折。100年行ってみますか。標高ね、景色はいいんやけど、意外としんどいね。もうちょっとお手軽なんかなと思ってた。まあでもちょっと今回ザックを新しいのに変えて、フェールラーベルのケブ52っていう、ちょっとようやくね、登山ザックらしい肉厚なねやつを買いました。やっぱ乗り心地全然違う。陣馬片山近道らしいって、もうそこを存分に使わせていただこうじゃないか。結果しんどいってことがあるけどね、こういうのってね。近道歩いてないけどさ、これ道ええんよな、ここ。大丈夫、怒られへん、地元の人らにっていう感じの道なんやけど、あ、でも一応道あるわ。やぶん中入ってきそうやけど。あー、休憩です。丸尾の柿の木はあれっぽいね。見える。あれだね、あれ。なんかいいね。昨日買っといたよね。草餅です。おいしそう、いいね。あ、スマホでも撮ろう。長くなってる。一人やとやった寂しいよね。いつもあんだけ賑やかで行ってると、まあ一人の場合はね、寂しいっていうよりかは楽しむって感じだよね。たまにはいいんじゃないかな、こういうのも。からようやく登山道だね。あー、すごいいいじゃん。なんかちょうどね、見えるよね、綺麗な山々がね。これ絶対カオルさん撮ったら、あれあれや、
あそこの山、宝剣。ね、絶対言うよね。標高1100メートルです。やっとやね。1700ぐらいあるから、まだ結構上がらなかったね、これ。頑張っていこう。たまには、自撮りスタイルで。あ、ベル止めとこう。ベルの音、鳴らすと、ボスが嫌がるから。あれが鳴ると、編集する気が失せるって、よう言うてるから。道も綺麗やし、あとね、もう、2時間くらい歩いてるけど、誰とも、すれ違わんよね。そういう意味では、穴場なんかな。結構、いいとこなんじゃないかな、と思います。ああ、なんか見てきた。さっきね、登山道でね、初めて人と会って、その人がね、言っとったよね。この先にある丸尾のブナの木はすごいよ、と。しかも天然記念物らしいです。それがこれ。おお。めっちゃロープで結ばれてるけど。天然記念物らしいでね、これ。天然記念物。丸尾のブナ。ダダーン。なんかあそこに、リスとかいるね。じゃあせっかくなんで。丸尾のブナでーす。登頂でーす。ゴリちゃん風に言うと登頂でーす。あー、いい景色。コーヒー入れまーす。しかもなんかめっちゃおしゃれ。日も暮れてきたのでご飯にしたいと思います。はい、完成です。肉シューマイ。うわっす。二日目朝、めちゃくちゃ天気いいです。このまままた下山して車のところに帰ります。もう若干眠たいですけど、まだもう夜中風が強くて、本当にしかも寒くてマイナス5度、水道もコートだし、ちょっと焦ったっす。まあ、でもね、一応冬用の装備で来とったんで良かったですけど。じゃあ帰りまーす。帰ってきました。帰りは、約1時間40分。時間半は無理だけど、1時間40分で。まあ、上りのより1時間ぐらい早いぐらいかな。まあ、無事に帰ってきましたんで、これからお昼でも食べに行こうと思います。楽しみました。次はみんなで行きたいね。みんなで。すごいとこやったから。
久々にね、来てキャンプしたけど、やっぱ登山で来るとまた全然違ってね、よかったっす。よし。お疲れした。これからも見てー。